長谷部誠、鎌田大地にとんでもない発言。13歳以下の鎌田とは、フランクフルトで共闘。異国ドイツでピッチ外においても大きな存在で、いわば師弟関係とも捉えられるが、助言をしたことはほぼないという。結局は自分が切り開くしかない道だと思っています。例えば、チームメイトだった大地もそうです。どう思われているか知らないですけど、彼に対してアドバイスをしたことなんて、ほとんどないんですよね。彼は難しい時期もあったけど、自分の力で切り開いていったと思う。誰かに言われるというよりは、自分で這い上がっていくぐらいじゃないと、やっぱりヨーロッパのサッカーでは通用しないし、この世界では通用しないので、とにかくもがいて、苦しんで、そういうものを積み重ねた先に、大きなものが見えてくる。そういうことは言いたいなと思いますね。これがプロか、とんでもねえな。鎌田は、長谷部がいてくれて、助かったことはたくさんあると思う。まさかの終盤での実力を見せつけてくれたね。こんな鎌田を見たかったのよ。やっぱり腐らず努力した結果だよね。鎌田は、いろいろと勘違いされることが多いけど、基本的に表情や態度に出ないだけで、熱くて折れない挑戦心がある選手だと思っています。本人のたゆまぬ努力でしかない。海外で揉まれてる選手のメンタルはすごいよ。尊敬の一言で済む話じゃない。長谷部の言う通り、鎌田は一人でもがいて頑張ったと思うが、そんな時に長谷部の横や後ろについて走ってた、嬉しそうな顔して、ほっとするよね、と思って見てました。長谷部は何もアドバイスしていないというが、これこそが金言だろう。それで腹が決まる。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。